はい、こんにちは。速下塾の久保です。今日はちょっと悲しいお知らせでございます。広島県福山市伊勢川下にあるロボット公園からなんとロボットが撤去されてしまいました。令和4年10月30日に確認しております。前回ね、本当につい1ヶ月、2ヶ月前に行った時は確かにあったんですよ。だからこの1ヶ月に撤去されたのかなと思いますね。まあ思えばずっとこの公園にはこのロボットがいてくれて、 子供たちを楽しませてくれたたわけけなんですけどもただね、これ、やっぱりこう、危険な部分もあってですね、このロボットの,あの顔の部分があるでしょ。あそこがだいたい2階建ての2階部分ぐらいの高さあるんですよ。あっこから飛び降りる子供たちが続出して、まあその、まあ、筆頭が私だったわけですけども、さすがにこれは危ないよねってことはね、あったのと、あと、例のね、感染症が流行った時に、ここ使用禁止になってロープが張り巡らされていたんですよね。 で、あと老朽化も進んで、まあ何せもも汚くなってたんでね、どうなるのかなと思って今日行ってみたら、あ、なんか綺麗さっぱりなくなってましたね。ちょっと寂しい事件なんで、えー、この場所にゆかりがある方、まあちょっとね、思いを忍ばせていただきたいと思います。えー、それでは、もうちょっとだけ動画続きますんで、あの、隣のね、外骨公園もちょっとスッキリしてて、寂しいのと同時に、まあ、新しい時代を迎えたんだなっていう気持ちも一仕様ですね。はい、じゃあ続きをご覧ください。 えー、こんにちは。悲しいニュースでございます。広島県福山市伊勢ヶ丘。いわゆるこのロボット公園っていうね、骸骨公園と隣り合わせである公園。ついにロボットが撤去されて亡くなってしまいました。私たちが幼い頃、子供心を育み、友情を結んだあのロボットはもう私たちに語りかけてはくれません。寂しいですね。お山田くんか。山田くん、行こうか。 じゃあ,行ってきますあのこの土の色が変わったところにでっかいこうロボットが鎮座していたんですよねで両腕が滑り台になっていてロボットの顔のところがねなんかこう小窓になっていてなんかちょうど2階建ての高さがあったんで、まあ、割と危険だったんですよねでロボットのその2階部分から飛び降りるっていうまあ度胸試しを当時していたんですけどもまあ危なかったですねまあ今は何もなくて 子供の声もししないし少子高齢化っていうのは公園まで子どものものではなくってご老人のものにしてしまったのかなと思うばかりでございますまあここはグランドゴルフやら井戸端会議すには適してますけども子どもたちが遊ぶにはちょっと寂しいところになってますねであのブランコもこの辺りから向こうの方に移動したみたいでまあ子どもたちはあの辺で遊べと隅っこの方でねでまあねそこそこの年齢の方はこの辺で 自由にやってくださいということうなのかどううかかかかりませんがいかがいでしょうかどちらにしてもこの公園ねあそこら辺の団地の方が使うのには適してるんですけども他はねちょっと遠いんですよどっから見ても。うんで自動販売機もないでしょでトイレはなんか昔の昭和型のなんかこう小汚い感じね。あの 手入れしてくださってる方には申し訳ないんですけどもあのトイレは整備してもきれいにしてもね限界があるトイレですよね、まあ、公園のトイレっていうのはまあそんなもんでしょうけども最近の公園の,のトイレって小切れじゃないですか何かねハンディキャップ用の個室もあったりとかね使いやすくなってますからねお山本和くんお前みたいな子供ももういないよどこ行ったんだということでございました昭和40年代男でございます でちょっと余談なんですけども隣にその骸骨公園っていうのがあったはずなんですよであの骸骨船に見立てたそのジャングルジムとそこに続く吊り橋みたいな木の組み物があったんですけどもねあれも撤去されちゃいましたね何もないですまあすっきりしてよかったような気がしますけどねはい変わりゆく街並みでございました